会の入団初日に謝罪。国内フリーエージェント権を行使してソフトバンクに移籍した山川穂高内野手の人的補償で西武に移籍した甲斐野洋投手が1日の入団会見後、埼玉県所沢市の球団施設で選手やスタッフに挨拶した。室内練習場で最初に挨拶したのは3年目の古市武捕手。打撃練習をしている様子を見つけると、ごめん、マジでごめん、本当にごめんといきなり全面謝罪から始まった。二人は昨年8月20日、西武が2点リードの9回に初対戦したが、初球がいきなり古市の左腕に当たる死球となった。当時も謝罪したが、一発目に当てた選手と会えてよかった、あと胸を撫で下ろした。死球は古市の脳裏にも鮮明に残っている。先頭打者で初球から打ちに行ったら、155キロの球が、1週間ぐらいは腫れていましたと苦笑いを浮かべた。死球を受けた2日後、発熱で出場選手登録を抹消された。死球そのものとは関係なかったが、当時も甲斐野さんは、俺のせいで落ちたんと謝られた。優しいですよねと人柄に惚れ込んでいた。甲斐野洋、頑張れ。惚れてまうやろー。全部、女性との示談に成立していない山川が、現状で悪い。甲斐野は山川にぶつけても、謝らなくていいよ。でもどうせ不倫してんでしょ。当てるのサイン決めとく。今年のグッズは甲斐野選手で確定だな。実力よし、人柄よし、見た目よし。まあ、なんだかんだあったけど、甲斐野くんこれからよろしく。なんだよ。泣けてくるほど、良いやつじゃんかよ。こんなにもありがてえ FA が過去にあったであろうか W。甲斐野は本当に良いやつだな。西武でも絶対に活躍してほしいわ。あのボールを食らって一週間で腫れが引く、プロの回復力に感銘を覚えるわ。ちゃんと謝罪のできる、大人素晴らしい何気なく、西の方を見る。投手は恋に、デッドボールは投げないという良い話だ。甲斐野、いいやつだね。応援したくなる。甲斐野、良い補強。本当に腐らずに頑張ってほしい。良い話ですね。二人とも頑張って、バッテリー組んでる姿を見たいです。